吉田さん、ね、あるものを使えってことですよね、まあ、私もあのデジカメをねずっと使っていたんですけども今回 Vlog 用のソニーのカメラを使うようになりましたこれはねなんかねやっぱり音声がいいなってことに気づいたのとあとちょっと段取りを変えてアップロードに時間があまりかかんないようになったんですよあとねあの解像度を吉田さんが言うように落としたってのもあって非常にスムーズにやり取りできるようになって、まあ、こうなってくると私ねもう一個同じカメラを買おうかなっていう風に感じるんですよ 10万円のややつですけどねいや本気でそれ考えていてカメラが2個あるともうどん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 撮れるんですよねあと 2way でも撮ったりできるんでやりようがあるなと思うんですよで今まで使ってた S6900 はあの外出用ですよね完全に外出で車載カメラに固定してそのまま放っておくみたいなこともできますしねまああと誰が上げてもいいかなと思うわけなんですよで今回のことで何が言いたいかっていうとまずは手元にあるもので小さく試してみるってことですよね で手元になければ生身の体で小さく試す、まあ、吉田さんが言われたようにエクササイズって別にジムじゃななないことはないいととでできこはんすよだからまずはね歩いてみるってことをやってそれで足りなければ走るとか持つとかあ腹筋するとかねいろいろやればいいと思いますけど基本的に真面目に歩くってことをねやると、まあ、私もね隠居生活して最初の3年ってのは毎朝歩いてたんですよ。歩く途中で休憩しながら放送みたいなことをしてたんですけどね Facebook ライブを。 やっぱ歩くだけでぐっとね体引き締まるし体力も戻るし、まあ、いろんなねあの不具合が起きていた部分っていうのは改善されるんですよねで食欲もバリッと入るしあとやってるっていう自信からいろんなことにポジティブに取り組めたりとかあとねそれをやってるってこと自体が放送になったり記録になったりするんですよね当時は私はあの朝ね5時か6時に外出て最初2時間ぐらい。 慣れてきたら1時間ぐらいの、まあ、ウォーキング山登りをしたんですけどもやっぱり速度も速くなるしいろいろと街のことも分かってきたりとか休憩場所を自分がね上手に設定できるようになったりあとはねやっぱりこう自分の住んでる街の名所みたいなのに気付くようになりましたね自分なりの名所あこんなところがあったんだみたいなね例えば祠があってそこにあのお水を買いに来る人がいるってことに気付くんですよねすごいなここを大切にお守りしてる人がいるんだみたいなねあとは あの雨の日にどういう風に自分が振る舞うかですよね雨の日には雨の日のコースとかがあったりそれこそ土砂降りだったら無理ですけどもね小雨ぐらいだったらちゃんとできたりするわけなんですようん、まあそういう風うにしてどうやったら今日のミッションがこなせるかなっていう風なトレーニングもなったり今日はこういう風うな歩き方をしたんで明日はちょっと走ってみるかとか帰ってからちょっと腹筋入れてみるかとかねあとはちょっと起きるの遅くなっちゃった場合は 30分コースみたいなんで途中まで行って帰ってくるみたいなこともできたりとかねいろいろ工夫ができるんですよね、まあ、そういうふうに別にジムに行かなくてもいろいろとねできることあるんですよ逆にジムに行っちゃうとできることがジムの中の機器っていうものに限られてきちゃったりとかジムのものを使わないともったいないって気持ちになっちゃったりとかねしてねなんかちょっと前後するんじゃないかなと思うんですよただまあジムじゃないとやる気にならない人がいるんでその人のためにはジムっていうのが必要だと思いますし ビジネスもねどっかのスクールに入らないとやる気にならない人がいるからそういった場所が必要だと思うんですよいずれにしてもウォーキングを一人でやるってことはそんなに簡単ではないんですよやることは簡単だけども決断がそんなに、ね、簡単じゃないんですよね実はねこれ弁護するわけでも何でもなくてビジネスも一人でコツコツやるのは結構ねくさびれるんですよやっぱり見てくれる人がいるとかトレーナーがいるとか励ましてくれる人がいるとかライバルがいるってなるとだいぶ変わってくるんですけどね まあこの億万長者合宿もやっぱりこういうやり取りがあるからできるっていうところも大きいですしねそう考えるとやり取りをする相手が見つからない人はこの億万長者合宿のリレーみたいなことはできないんだろうなと思いますしやったにしてもものすごくスローペースだったりねするんじゃないかなと思うんでやっぱ吉田さんねこの億万長者合宿我々はこの最強のローコンビですねこれはねここまでね何千回何万回とやり取りができる人はいないんじゃないかなと思いますということで明日もそして今日も やっちまいましょうか、やっちまえ